はい、どうも、チャンネル隊長の隊長です。やめです。いや、今日はね、いつもほら、チャンネル隊長の動画でさ、知多半島ってよく出てくると思うんですよ。うん。でもさ、こう、ドライブシーンのワンシーンとかでしか出てこないじゃないですか。そうだね。基本的に海沿い走ってるよね。ですよね。うん。で、私地元なんですけど、うん、観光したことないなと思いまして。ないね。なんか地元だからこそないよね。そうなんですよ。なんかいつでも行けるし、いつも通ってし、みたいな。そう。うん、いや、これってちょっと知多半島さんに対して失礼じゃないかなと思いまして。どういうことですか？今日は地元民である私が、この知多半島を観光します。ああ、なるほどね。え、じゃあ、なんか今まで気になってたけど、いつもなんか行けずにスルーしてたとことか、行けるってこと今日。わ、なぎなぎできてるよ。すーん。で、通り過ぎてたとこに、連れてってくれるんですか？あ、はい、もうすべて私、もう計画練ってきましたので。本当に？はい、任せてください。体調プランの旅行って、ちょっとあんま当てにならない気が。大丈夫ですか？いや、もう任せてほしい。本当に大丈夫？もう、もうこの動画見たらみんな知多半島行きたくなるから、任せてほしい。体調に任せてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この動画はノード VPN の提供でお送りします。ノード VPN は個人向けの仮想プライベートネットワークサービスプロバイダーの一つです。通信を暗号化してインターネットを安全に使用するための仕組みです。使用は簡単。ワンクリックで接続したり自動接続をオンにすることで、あなたの端末を自動で保護し、安心安全な通信が可能になります。世界59カ国に数千台ものサーバーがあり、高速通信も可能。驚くべき速度。ノード VPN は最高速の VPN であることが速度テストにより検証されています。 Windows、 MacOS、 Android、 iOS、 Linux、 主要プラットフォームすべてに対応。 Android TV でもノード VPN をご利用できます。さらにこの動画を見てくれた方に嬉しいチャンス。この動画の概要欄に記載の URL からサイバーセキュリティ特別割引を利用して2年間プランを購入すると割引がつき、さらに4ヶ月間無料になります。また30日間の保証期間があるので、もし気に入らなかった場合は返金可能です。詳しくは動画概要欄をご覧ください。それでは続きをどうぞ。はい、というわけでね、もう早速着いちゃったよ。着いちゃったよ。はい、というわけでね、一番最初に来ましたのはね、こちらでございます。はい、陶磁器会館。裏から撮るっていう。はい、裏なんですよこれ。真裏からね。そうそうそう。正面がまだ出てこない、うん。出てこないんだけど、まあでもほら見て後ろこれ、ほらね、これ見たらさ、ちょっと常滑北感あるよね。常滑感あるよね。ね、これあのさ、小学校の時の遠足とかで来たやん。俺来てないな。え、来てないの？来てない。嘘、私来たよ、うん。俺地元すぎて多分来てないと思う。マジで？うん。鍵閉めたよね、俺。閉めてた。いつも心配になる。大丈夫だよ。うん、ほんと。あ、タヌキ、タヌキ、タヌキ。あー、もうどっちかわかんねえ。これやばいって、これ。かわよ。かわいい。もうなんかめっちゃほっぺたぷくぷくしとしてさ。かわいいな、これ。あー、もうどっちかわかんねえ。お邪魔します。あ、ほんとだ。すごい、ここで実際に売られてるんですね、これ。すごい。見て、ドラちゃんいっぱいおる。ドラちゃんがいっぱいおる。ね、お手伝いしますね。あ、すいません、ありがとうございます。あ、ネットフリーアニメ。そうすごい、結構県外からあれだね。神戸ナンバーに大阪ナンバーも。常滑って結構なんか地元すぎてさ、その観光地のイメージが全然なかったさ。大阪、岐阜とかねえ、結構みんな来てるよね。ほんとだね、三重からも。おー、岐阜。ほんとに。皆さん、これね、ミニの機能、これちょっと紹介していい？いいよ。これさ、ミニ、これ鍵マーク、鍵にさ、これはわかるよね、普通に鍵じゃん。うん。ドアの。これ見て、なんかトランクマークあるよね。うん。これ押すと、あ、今光りましたね。うん。トランク開くんですよ。うん。で、物、荷物いるじゃないですか。うん。で、見て、あそこね、でもここだけ開いて、そこはロックかかったまんまなんよ。ここ？うん。へぇ。ここはね、ロックかかってんの。だトランクだけ鍵が開くんよ。へぇ。で、閉めますよ。うん。
かったね、うん、開かないのよ、トランクに荷物入れて、そしたら鍵が閉まる。え、そうなんだ、すごいね。それだけピッピしなくていいんだ。そう、今ここね、うち陶磁器会館の方にいるから、はい、トコニャン、ここ。あ、じゃあトコニャン行こう。そうだね、そういうことね、うん、ってことはこっち、こっちに歩いてくるのね。いや、こっちか、うん、あ、ごめんちょっと、そうじゃないの、そういうことか。よし、任せた。え、こっちだ。あ、そっちだね。はい、行きましょう、行きましょう、行きましょう。はい、あれ、どこにあっちか。やっぱそうだよね、あっちだ、だよね。やっぱ俺は撮ったやん。撮った、ごめん、うん、地図読めないやつに地図を渡すなよ。あんな自信満々に、そっち逆だからとか言って言ったの。ひどい。よし、行きましょう。そうだよ、ここにゃんはあの緑の端のとこにいるんだよ、うん、ほら、あ、来ました、ここね、焼き物散歩道、見守りのここにゃん、行きましょう。うわー、すごい。でもさ、なんか我々さ、こういうなんか常滑のこの街並みってさ、まあ地元だからさ、そんな不思議に思ったことはなかったんだけど、うん、改めて見ると不思議な街だよね。割とね。え、何これ。これあの急須の下みたいなアートになるんだね。これって釜、これが釜なのかな、煙突の残り、うん、釜じゃないこれ。あ、これが釜か。え、すごいね。あ、すごいすごい。もっといいとこある気がする。あ、顔はめ看板あるよ。入っとき、入っとき。もうちょっと。もうちょっと置く。眩しい。そっくり。全然わかんない。かわいい。常滑焼きって本当に自由度高くない？何でも作れる。うん、自由度高いわ。え？ちょっと、トコニャンの後ろ姿こんな平べったいの？でももっと立体感のあるさ、猫だと思っとったんだけど。え、こんな薄いの？トコニャンでしょ、これ。え、これトコニャンなの、これ。そっか。え、トコニャンの裏、嘘でしょ。え、俺今年一の衝撃なんだけど。丸いと思った。おう、丸いと思っとった。ほら、丸いよ、こっちは。あ、ほんとだ。ほんとだ。やば。来ました、トコニャン。こんにちは。ビビり散らして泣いてごめんなさい。いや、どこに会えましたね。会えたね。うわ、なんか急にすごい。あ、これどこなめって書いてあるの、これ。あ、本当だ。うわ、すげえアーティスト感出てるわ。我々がお昼に選んだのはこちらのお店で、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 はい、ちょっとね、常滑におしゃれな、ね、カフェがあったんでね、ちょっとこう行ってみましょうかね。ニューニューヌーかニューかわからん、ヌーかな、ヌー着物カフェギャラリー。なにこのめっちゃおしゃれな、すごっ。めっちゃ古民家を。あ、いいですね。はい。先にこちらでお腹がしてますので見てください。はい。すっごいおしゃれじゃないですか。うまい。美味しかったね。すごい良かった。ね、なんか優しい。優しい。うん、優しかった。行っちゃった。そう、というわけでね、今から車に戻って、はい、ちょっと走ります。はい、お願いします。はい、はい、あの安全運転で楽しみますんで、はい。ほらほら来ましたよ、皆さん。私あっちから自分が出てくると思ってたから。あ、そういうこと。そう、分かんなかったの。海のドラゴンだよ。焼きたて食べれます。お、食べよう、食べよう。なんかトロピカーラなドリンクもあるね。そう、知らなかったよ。
はい、というわけで海のドラゴン、はい、ドラ焼き屋さんでございます。イエーイ、はい、何味があるかな、何味があるかな、この間食べれなかったやつが食べたい。そうですね、はい、じゃあ行きましょうか。イエーイ、ジンガバグー、初の私も。じゃあドラ焼き食べに行きましょうかね。拾ってんじゃん。ちゃんと拾って、めっちゃ恥ずかしいから。すごいね。うわ。うわ。ふわふわ。やば。生クリーム空気じゃん。マジか。うん。待って、どら焼きにさ。うん。ドラの部分一口も食べれてない。そこ食べて、もっちもちで美味しい。うまっ、こんなうまいドラ焼き初めてだね。もうケーキだよ。うん、うん、これ賞味期限5分だから、うん、普通に食べない。賞味期限5分なのに2つも頼んじゃって、やべえ、ちょっと待って、1個2分、うん、2分半で食べなかった。2分半で食べない。じゃあ行きましょう。次は、じゃあまあゆっくりね、ほら海でも見ながらドライブにしましょうかね。はい、ちょっとね、お腹をね休めて、そう食べ続けてるから今。そうね、うん、はい、じゃあ行ってみましょうか、はい、え、なんか普通に綺麗じゃん、うん、え、おしゃれ、めちゃくちゃおしゃれじゃん。すごいね、ここ。旅先でフリー Wi-Fi を使うことは非常に多いと思います。最近では駅やサービスエリア、その他飲食店などでフリー Wi-Fi を使う機会が非常に多いと思います。そんな便利なフリー Wi-Fi ですが、実は危険も潜んでいます。悪意のある第三者に大事な個人情報を盗まれてしまったり、そんな時に便利なのだ VPN。 VPN とはバーチャルプライベートネットワークの略です。オンラインでのインターネット接続を保護してくれたり、プライバシーを保護するサービスのことです。接続されているネットワークに暗号化されたトンネルを作ることによって IP アドレスなどの重要な個人情報を隠すことにより、安心安全に公共の Wi-Fi ホットスポットを利用することができます。こちらの VPN がない場合、ほとんどのインターネットサービスプロバイダーはあなたがいつどこでどんなサイトを見ていたか、そういう情報が全て筒抜けなのです。しかし VPN を利用するとそのデータを収集できないため、オンラインでウェブサイトを閲覧する際のプライバシーが保護されます。今回ご紹介の NordVPN は最大6台までの同時接続ができて、冒頭でお話ししたほぼ全ての OS で使用することが可能です。そして世界59カ国にある数千台もの高速サーバーにより高速通信も可能。ぜひ皆さんも使ってみてください。詳しくは動画の概要欄をご覧ください。それでは続きをどうぞ。わあ、エッチ、うん、どうですか。最高ですわ。最高ですか。うわ、僕もね、ちょっと早くもう入りたいですね。あ、じゃあ、あ、すみません、ごめんなさい、ありがとうございます。あ、社長、おつかれ様でございます。はい、はい、あ、どうもです、ありがとうございます。行きますね。はい、お酒を失礼します。はい、どうぞどうぞどうぞ。フグの皮って何、どうなってる、どうなってる。お世話になりました。お世話になりました。じゃあね、ビリケンさん、またね、バイバイ。大阪のやつやん。そうやな。大体どこにでもおるけどな。そうなんだ、うん、あ、すみません、ありがとうございました。この扉がいいね。はい、じゃあ今日はどうでしたか。いや、すごいね、よかったです。よかったね。近場に泊まるのありだよ。ありですね。
か旅行行くにはちょっと時間も体力もな、でもゆっくりしたいなって時にちょうどいい。そうですね、みんなノート VPN を使って安全にインターネットを楽しんで、はい、はい、思い出を作ってください。はい、帰ろうか。マグロ入りたかったな寝坊してあなたが悪い。この動画はノード VPN の提供でお送りしました。ペチペチしたって、うんって言うもんね。ああ怒ったと思ってまあいいや一人で入ってこようと思って。痛かったな。でまあいいや、もう家近いし家帰って入ろう。家帰ってお風呂入ろう。うん、じゃあ行こうか。